日本音楽著作権協会は今日、第8回ジャスラック音楽文化賞に、幸せ運べるようにで知られる臼井誠さんら4人を選んだと発表しました。日本音楽著作権協会は今日、地道な活動で音楽文化の発展に寄与した功績を称える第8回ジャスラック音楽文化賞に、神戸市の元小学校教員臼井誠さんらを選んだと発表しました。幸せ運べるようには、臼井さんが1995年の阪神・淡路大震災を機に作詞作曲したもので、現在では災害からの復興を願うシンボル曲として国内外の被災地で歌い継がれています。